京都新聞の方と言います。よろしくお願いします。先ほど西田区連会長もですね、このまま立候補者を処分するという発言が戸惑っているとおっしゃいましたが、5月の議員総会でもですね、西田会長に対して統一地方選の、特に市議選でですね、議席を減らしたことに対する責任問題というのも指摘されたと伺っているんですけども、府連の問題でですね、自民党議員のガバナンスの問題とか何か思うことがあれば。自由民主党はまさに自由で民主的な政党であると私は思ってるんですけども、今は極めて不自由で非民主的な党になりつつあるんではないかと、これは議員一人一人の問題なんですけどね。西田府連会長が統一地方選挙を終えての府連での会議で、その地方選の範囲について、維新の躍進と、メディアでも維新をよく報じていると、西田会長は個々の地方議員に対して皆さんの後援会高齢化してますよねと、もっと頑張らないといけませんよと、地方議員の当事者に責任をすべて押し付けるような発言がございました。で、私はそれは党としての総括がないだろうと、意見を申し上げました。特に京都市政についてはですね、角川市長が京都市はこのままいくと財政再建団体に転落するかもしれないというようなことを発表されて、非常に市民に不安が広がったと。で、それについて、おそらくですね、想像以上に市民からの、不安だとか反発といいますか、あったために、すぐにその危機は脱したというふうな、修正をされたと。この一連の私は、角川市政についてですね、対してですね、自民党はこの役所のね、弁明をするような側にね、回ってた。少なくともそのように市民には受け取られたはずだと。議席を伸ばした、少なくとも得票を増やした維新京都党はその角川市政を厳しく批判をしていたと。自民党は角川市政を支えると言ってきたので、そういうことは理解できないではないけれど、しかも、全ての予算に賛成をしてきて角川市政について批判をしにくいということはあるかもしれないけれども、議会は市民の立場に立つべき。それが自民党は行政の側に立っているように見えたことが、市民の信頼を損ねたのではないかということを申し上げました。私はで、それを改めるべきではないかと申し上げましたけれども、それについて、西田会長から、ご答弁はありませんでした。私は残念だなというふうに思いました。党としてですね、やはり少しその執行部がについ対してですね、物を言う人が少ない。本来自民党は一人一人が自分の足で立つ、昔からは自分党と言われてた政党ですよね。そうにもかかわらず、もうこの組織の輪を乱すなというふうな、なんていうんですか、空気が支配している、例えば私みたいな人間が話すと、なんだというふうになるんだなとは思ってるんですね。冒頭ですね、共産対非共産が30年続いて、これが行政の経済を招いているとおっしゃいましたが、この背景には基本的にその共産党が強いというのがあると思うんです。それで今回ですね、ニュースが出られて、どういう形になるか分からないんですけど、自分で候補だったときに、京都市長選では初めての保守分裂選挙になると思うんですが、この、今まで自民党が避けてきたこの構図になることに対するご見解とですね、こうなると共産党がいつも起き上がると言うんですけども、共産党に利する結果になるんじゃないかという懸念の声に関してはどう思いますか。例えば市会議員選挙のね、票をね、各党のね、得票数をね、させていただいたらね、その共産党対非共産党にしないと、その、共産党が勝ってしまうということは全然ないと思います。それはもう明らかだと思います。で、共産党対非共産党という構図を作るから、
その選挙で共産党が推薦した候補が一定の私は得票を取っていたんだというふうに思いますね。で、共産党対非共産という選挙の構図は議会にも持ち越され、もね、持ち込まれて、いろんな政策の実施についても影響を与えますね。で、特に今回の選挙前で門川市長が急にですよ、中学校給食の導入を検討するというね。で、これは従来共産党が議会で熱心に取り組んできたことですね。まあ、府議会でもそうですね。で、それについて、いや予算、まあ、財源がないからできないというふうに行政が答えると、非共産党勢力はその行政を、まあ、弁護といいますかしてたわけですね。このでもね、私先ほど PT 会長やってるので言いましたけども、分かりますけども、やはり中学校の、給食の要望ってやっぱりあると思いますね。これほど共働き世代が増えてね、非常にニーズが高まっている中でね、この議会がね、市長選挙も通じてね、共産党対非共産党という構図になっててね、で、共産党が言ったことは非共産党で選ばれた行政の長はね、反対するっていうことであればね、本当に民意が通じてるのかと、私は民意が歪められている部分があると思うんですね。で、共産党の方はですね、まあ、あの党も草の根ですから、まあ、いろんな課題を先に拾ってこられますね。で、それを先に議会で取り上げると、あれは共産党の意見だということになって、通りにくくなると。うん、まあ、これが、私はその京都の政治の停滞ということでもあると思いますし、で、そういう中でね、共産党がね、まあ、熱心で議会に、で、いろんなことに取り組んでくれると、いろんな課題を取り上げてくれるということが、共産党の支持の、まあ、維持につながってるんだろうと。いうふうに思うんですよ。だからそういう枠組みを超えて、もっと今の民意に寄り添った選挙がなされればですね、私はそういう今まで共産党に入れるしかなかった人の選択肢はあると、新たな選択肢はあると思っていますので、共産党が利するという結果に必ずしもなるとは思いません。この戦略ですね、まあ、勝ちたいの戦略で、まあ、保守分裂が、例えばこの今の学園とか理解体制の問題、課題を感じられてですね、あと、あるいはその、まあ、お父さんですね、元岡公園長で、まあ、文化庁も進めるようになりました。お父さんはこの小手の話なんでおっしゃってるのか、この点からです。はい。まあ、これからいろんなことを訴えていくと思いますけれども、それに賛同していく、いただける方は自民党の中にも、現職にも、元職にも、あるいは他の党の中にもいるかもしれません。私は幅広い支持を、まあ、いただいて活動していきたいなというふうに思っております。知事ですけれども、まあ、私がいろいろと取り組んできたことについて、まあ、政治家の先輩としてずっと見て、おりましたので、私がこのような決議をすることについては、まあ、政治家として、そういう志を持ったということについては評価をしてくれました。ので今は、特に最後ですね、こういう報道がなされてからには、お前はやるしかないと、頑張れということで、先ほど京都市内を歩けという指示もいただきましたし、高い高いハードルですけれども、1万箇所で街頭演説せよ、という、まあ、知った激励もいただきました。その、まあ、給与カットと退職金カットですね、このあたり具体的に、あと北陸新幹線の問題があると思います。京都市内を走って、まあ、地下鉄の問題もあるんですが、これに対する賛否というのはどうかなんですか。このね、給与カットと退職金カットですね、まあ、サービスを維持した改革ということで、まあ、まず改革についてはですね、まあ、その財政難があって、その行政の業務をまあ、入りにね、出を入りに合わせないといけないと、まあ、いうことになって、まずは市民サービスに影響にないようにということで、その改革を進めていくわけですけれども、まあ、やはり、まあ、状況に、まあ、よってはですね、市民に対して厳しいお願いをしていかなければならないかもしれない、と思います。その先頭に立つものとして、自分は、ね、
例えば1期4年勤めて3000万以上の退職金をもらうとかいうことについて全く問題視しないというのはやはりおかしいですよね。まあ、これを言わずにこの財政難を解消して京都市政を改革するということはありえないなと思います。で、北陸新幹線についてですけれども、これは地方選挙前の京都新聞さんの、ね、各候補者のアンケートも取られたと思いますけれども、まあ、あの時も私現行ルートには反対ということを、答えさせていただいたと思います。まず多くの京都市民ご存知ないですけども、この北陸新幹線建設が始まると京都市にも相当な財政負担があると、まあ、この額はまたその工事費が結局、まあ、大震度地下工事だったら上振れする可能性もございますしね、わからないですけどね。今の新幹線整備のスキームは工事の総延長に対して地方公共団体が事業費を負担するということになっていて、大阪はわずかな距離でターミナルで非常に受益が大きい、利益が大きいけれども、京都は駿河から京都まで駅がない、ね、その間膨大なものすごい距離を大震度の、まあ、工事費が高い、まあ、施工が予定されていると。これ今の財政難に苦しんで目の前の例えば福祉の何十万とかね、先ほど申した子どもたちの教育施設が整わないみたいな中でそんな負担をお願いできるんですかねというのがまずあります。で、京都府も京都市も真っ向から反対はしてないけれども、まあ、内心は全然賛成してないですね。西脇知事も、まあ、あの方国交省が来られたプロですから受益に応じた負担をと求められておりますね。このまま行くと京都は得が少なくて損が多いと、負担ばっかりだと。財政難の京都市のみならず、まあ、そこまでいかない京都府についても困難大変だというのは、まあ、私が京都府の、まあ、建設交通部の方々とまあまあ話したしをする中での感触ですよね。京都市内は地下鉄等々ができた時の地下水の、うん、問題の、まあ、記憶を持っておられる方もおられますね。地下水使えなくなったとか、まあ、そういった懸念が、まあ、ある中でですね、わざわざ今のルートを推進する必要はないだろうと、うん、思います。まあ、かつてには米原ルートっていうのもあったし、で、京都府中北部の悲願であったね、例えば亀岡だったりとか舞鶴だったりとか交通結節の福知山であったりとか、まあ、そういうルートも再検討する必要があるんじゃないかなと私は思っております。その方が北陸の皆さんが一刻も早く、大阪まで、つなげたいということが結果としてそうるんではないかと。言い忘れましたけど、北陸新幹線、北陸圏はもともと近畿圏との結びつきが強かった。今首都圏先つながってしまって首都圏との距離がぐっと縮まった。このことについての問題意識は持っておりますので、北陸、まあ、首都圏と北陸圏がつながったんであれば北陸圏と近畿圏もつながらなければならないとは思っております。読売新聞の島といいますけれども、お願いします。二年さんから見た、これまでの4期角川市政の評価をお伺いしてもらえますでしょうか。私角川市長とは、私が父の事務所にいた時、角川市長が教育長だった時からのお付き合いで、まあ、個人的には非常に、まあ、お優しくてね、でいろんな仕事に熱心だなというふうに尊敬をしております。行政はですね、やはり限られた財源の中でいかに、その中で工夫をして市民の満足を得るか、これが京都市政の要諦だと思います。まあ、その点についてはですね、やはり一時であっても財政再建団体に転じるかもしれないというようなところまで、財政規律を緩めたということはやはり、反省すべきだろうと。いろんな、まあ、教育なり福祉なり、取り組まれていたということは分かりますけれども、その時よくても永続しないとダメですから、やはり財政技術が乱れたということは問題であろうなというふうに思います。教育また出身ということもあったと思うんですけれども、まあ、そのソフトについての、まあ、教育や福祉ですね、熱心に取り組まれましたけれども、
やはり京都で、まあ、遅れているとされるというのはその都市基盤ですね、都市基盤の整備というものについてはやはりなかなか進まなかったところがあるんじゃないかと、まあ、これが例えば、まあ、貧弱な都市基盤が、まあ、本来インバウンドの方、京都に憧れて来てくれる方っていうのは喜んで歓迎しないといけないんだけども、まあ、交通の問題だとか、またはその地価の値上がりということで市民に結果として負担、まあ、不満をもたらした。もう少し都市基盤整備についても取り組まれてもよかったんではないかなと思います。朝日村八幡といいます。あの日本市の会をもう出すっておっしゃってるので、そういうとその局が増えるわけですよね、うん、そうすると宮野さんとしてはどういう戦略でその違いっていうのを出していくのか。他の候補者との、まあ、差別化違いということですけども、まあ先ほど申しましたように、あの例えばまあ、給与カットとか退職金カット、いわゆる維新さんが身を切る改革っていうのは、まあ、基本的に争点にならないなと思いますね。というか市民に負担を与えずに行政改革をし、財政改革を進めていくかという手法について、やはりまあ、それぞれの候補者の個性が出てくるんではないかと。で、その中で私は、京都府議会議員を経験したという立場から、いわゆるその京都府と京都市の行政事務の住み分け、これからの役割分担のあり方、まあ、他の候補がどんな方か分かりませんけれども、まあ、やはりそのあたりについては、まあ、少し明るいのではないかと。まあ、この京都市圏、まあ、京都都市圏ですね、これ周辺、市町村、まあ、あるいは近隣府県との、まあ、連携という、まあ、広域行政である京都府がですね、常に持っていた視点で、京都市の活性化を語るという部分については、まあ、今まで経験をしてきたので、そのあたりについては、まあ、有意義な提言ができるんではないかと。読売テレビの藤枝と申します。今回まだその政党の支援、支持などは得ていないというふうにおっしゃっておりましたけれども、今後、政党への、まあ、支持とか推薦願いとか、そういったものを出されるご予定はあるのかないのか。まず私、まだ自民党席の議員でございます。で、自民党の京都府連の状況は冒頭申し上げたようなことで、府議会の団長の自民党京都府連副会長の近藤弥太郎氏については、ね、我々が応援できるように党内手続きを進めてくれと。一方で西田府連会長は、君のやってることは、ね、党の方針に異なるんだと、処罰の処分の対象であるということを言われて非常に困惑しております。こういう状況で私が今自民党府連に、何かものを申すというのはちょっとできないなというふうに思っています。で、他の党につきましてはですね、今私自民党席を持っていて、そのような状況で応援してくれということは今全く考えておりません。すみません、京都市民の話です。よろしくお願いします。国道1号9号バイパス政策が書いてあるので、この辺をもう少し具体的に教えてください。国道1号9号バイパスということですけども、京都都市圏、先ほど申しました例えば京都市の都営道路がいくつか廃止されましたけども、それって京都市の周辺部が多かったはずです。右京区もだいぶ廃止されました。で、京都市のインフラっていうのはやっぱ得てして中心部が中心になって、周辺部がロース化になる。だけど京都の都市の活力というのはやはり京都都市圏周辺市町村との他府県との連携の中で共存共栄という考え方が必要だと思いますので、その象徴として例えば亀岡市との、9号線大津市との1号線というものを取り上げさせていただいたということです。行財政改革、京都市の行財政改革で重要な点は、私は京都市のフルセット主義、いわゆる自前主義ですね、これを改めるということの観点が重要だと。本来都道府県にお願いしてもいい業務について京都市は大都市の誇り、江戸時代の三都から始まって長く自治が他の市町村に認められなかった、そのことによるやはり自治への高い意識があった、これは非常に良いと思います。しかしそれが行政においてはですね、何でも京都府の関与を外して、
自前で全部やってしまうんだと。このことが、例えばその財政の質にも表れてますけども、ちょっと人件費比率の高いだとかですね、将来負担比率、いわゆる投資が課題だったとかいうことにつながっているんだと思いますので、例えば京都市にしかないサービスについて、まず、それをカットしていくという考えではなくて、京都市がこの行政サービスを仮に減少させても、京都府や民間が代替してくれるというものをしっかり探す。そういう総点検、そういう行政事務の総点検がまずあるべきだろうというふうに思います。これが、行財政改革についてのまずあるべき姿だと思います。